まあ私がですね、名前と借金の、その、政治資金収報告書のことを挙げて、その挙げてるのはなぜ、4000万の人なぜ挙げるかと言ったら、それは立花さんが4000万、4000万言ってきたからね、確か4月から何回かやってるはずなんですよ。ね。なんかの裁判やるときに、その4000万円の人を,を、えー 1一回何かに当てて、そして訴えてからなんか取り下げるみたいな、そういう話とか、えーそれ、その動画以外でも何回か出してきてるので、4000万円貸し,貸してくださってる方の話は何回かちらほらやってるのね、そしてなぜ4000万円も貸し付けているかという理由も言ってるはず、確かね、どうしてもと言うからっていうことを言ってたわけね。 で、その4000万あ、その人いるんだみたいな形でえ、え、500万までじゃなかったんですかみたいな感じで見に行けば、500万のやつが全部撤廃されてるわけね。それは多分ファー、えー、ファースト、最初のね、第1弾のその借金と第2弾の借金で、第2弾の借金の方が非常にその条件がグレーですよっていうふうに私にコメントくださった方がいて。 おそらくその、その辺は私あんまり興味なくて見てなかったんですけど、第二陣のその借金の募り方っていうのは、条件がえ第1回目とは多分違うと思うんだけど、同じごちゃごちゃにして説明してる可能性があるわけね。ということは、借金の実態そのものが非常に怪しいわけ。ね、その条件を言わないからで。最終的にはこういう条件でしたみたいなことを言うわけでしょ。だから利息の話とか非常に重要になってくるわけ。 なぜかつその利息分が払われてなければ我々はですね我々とかおぎつ組は何を見るかといったならばその利息分が寄付に相当しますねそれがどっちからどっちへ行ってるかつと市場市場つか普通の世の中の借金のその額での借金の正当な利息の範囲よりも多くなってればその貸し出した方に あの貸し出した方に対しての寄付、政党からの寄付、そして、えー、少なければ、もしくは、ね、利息分なんていりませんよみたいな形になったとするならば、その貸し出した方から、えー、政党に対しての寄付みたいな。 でその中で4000万の人は一本前の動画で言いましたけれども、えー、おそらく私の知っている前の条件で言ったならば年間、えー、実質年利6%最初の年が10%、えー、その後5、5、5、5ねその10%が、えー、109.5%の出資法に引っかかるんじゃないかと私はちょっと思ってるんですけども。 <laughs> でも5年間という条件にしてるから丸まって実質年率6%になるのでだから、政府としてるのかそれちょっとわからないんですけども出資法違反の絡みで何か1回その動画を立ち下げたという経緯を私は知っておりますのでだから、そこの辺の絡みがあって6%に落ち着いたんだろうな6%だったらその寄付に相当しないと。 どどっちかどっちちからどっちへの寄付にも相当しない、ね、寄付に相当した,ったら住所っていうのは必要ですし職業必要ですしその貸し付けてる人が日本人かどうか、ね、在,日在日外国人じゃないですよねっていう調査の対象者になっちゃうからだから利息分というのは非常に重要になってくるんですけど、ね、その部分に関して言って だ単にその部分に関して言っただけで私はあの住所とかさらしてないのに私のところに、ね、住所さらすのはそれ個人情報保護の観点に当たるってとかねもしくは何だっけ あのえー、と政治資金規正法上の中で借用書ていうのはその外国人とかそういうのに関係ないですよってそのことを言ってるのにそのことをまたあえて言ってくる人がいて飲んだろうと思って調べていったならか黒川さんが住所を晒してたわけでしょ。 です住所ななのかかかどうか分かんないですよ自作自演かもしれないから適当な住所をやってその立花さんたちに攻撃をしてってるだけ SNS 上だけで、えーようなえー、黒川さんが立花さんたちに攻撃していってるのかもしれないし、ねえー、私はもしかすると黒川さんは立花さんとつながっているかもっていう頭があるのであそれを理由にそっち側の黒川,黒川にフォーカスを当てさせるためそれはおぎつ組とかを使いながら。 おぎつ組を使いながら黒川さんにフォーカスを当てるためにそういう材料を与えてお互いの弁護士がやっているプロレスあ、まあ、プロレスっていう言葉もうちょっとやめましょう苔苔にします <laughs> プロレスっていうとやたら文句言ってくる人がいるので高沢和成さんの苔という言葉かなりいいですよねだから苔っていうことにしましょう、えー、今回のね苔であるというふうに 私が思い始めてるわけだからこれ動画で一本踏み絵を作っていきたい要は仕掛けですね仕掛けを作っていきたいと思います本日2023年の7月26日水曜日午前6時39分を待ったところです大審議会の大浅大師でございます黒川さんへ刑事告発を検討してということですねやらなければこの重傷さらしの一連の件ねこれ自体が えー、苔であるという苔認定をします、ね、こ,れこれの最大の焦点はこれでしょ架空再建者の疑いがあるってことでしょその4000万の方が架空再建者でそのたった一人その人を追求していって違いましたって言ったら逆になるからねひっくり返るから ね、黒川さんと私は立花さんがもしかするとつながっているかもと考えていますからどういう見方になるかというと本来ちゃんとしてるはずなのにこのね、えー、その今住所さらしとかの一連のやつっていうのは、えー、どっから住所をまず手に入れてきたんですかといろいろあるんだけどその最終的にえこの人大丈夫でした4000万の人実は大丈夫でしたってなった瞬間に強固に黒川さんが、えー、非難されることになるでしょ。そその瞬間に架空というそういううう 疑惑がもうたった1つのことに対して、えー、なくなってしまうわけで警察にも何も言わないのにその疑惑が、ね、消え失せてしまう効果があるよねだから SNS マフィアだったとするならば、えー、そういうことを考えやすい, <laughs> 安い、ね、だから、ね、SNS 上の中だけでやってるように見えちゃってるの私とか高澤和成さんにはもう SNS の中だけでやってるんですね ね、もし本当にやるんだったら、キムサイヤさんのように、ね、SNS でも発信するんだけど、発信できない部分は全部警察にお任せしています。このスタイルでいくしかないの。だから架空債権の話は、非常に、えー、非常にグレーだよね。そしてそ今、今、なぜこれを取り上げてくるのかって、おそらく訳、ね、わ,わかんないことしてるからでしょ。わけわかんないっていうことは、正当女性法違反の,その可能性が出てきてるわけ。私からしてみればね。 政党、ね、逆に言ったら黒川さんが報酬をもらえないというのが変なわけ、私からしてみればね。<laughs> ねあのうん、と大津彩華さんが報酬をもらえないというのが変なわけで、一連の裁判をやる、いわゆる不正会見があるんじゃないかみたいなやつを、ね、刑事告発とかしていけばいいわけ、どんどんね。でその金がないっていうんだったら、金は政党交付金からもう1.6億円ぐらい来てるでしょ、4月。 7月で、まあ、そのうちの自動引き落としとか、普通にされてると思いますから、まあ、だとしても1億ぐらいあるわけでしょ、そしたらそれで裁判とかできるじゃん、ね、刑事告発とか頼むために弁護士とかできるでしょ、私がお金が、政党交付金使わせてくれるんだったら、私がやりますよ、弁護士さんとか探しまくって、そしてこの架空債権とかの調査とかからまず始まるわけでしょ、でその調査は我々ではだとできないから、弁護士さんだって一部しかできないから。 ということ誰ができるかって言ったら警察とかじゃないとできないでしょあの労働基準法第24条違反とかもね。それとかも警察とかじゃないと捜査していけないわけ、ね。これをやらないんであれば、ね、要は333名も疑われるわけでしょ、ね、?1 人出てきたらゴキブリと同じで、1匹ゴキブリ出てきたらその辺に、ね、330匹ぐらいゴキブリがいる可能性がありますねと見るの普通でしょ可能性の話だからね。やってるってじゃないから。 これ,これまた NC あたりがね、やってるやってるとかつって、ねね、言ってくるんだけど、やってないから、可能性の話で、その可能性を黒川さんが挙げたわけでしょ、私が4月か四5、6から言っている、こういうこともできますよね,ね、そこは警察とか入っていかなければ、そのね、大津彩さん側も怪しいですねって何回も言ってるわけね、で大津彩さんにぶら,がるぶら下がってるであろう、黒川さんも同じことを SNS 上だけでやってれば同じですから。 あ黒川さんがやっぱり17億円溶かしたとかっつってるのは立花さんに取り込まれてて立花さんに頼まれて言ってたんですね本当は17億円溶かしてないんですねみたいなそういう話になってくるわけよねじゃあそういう人がなぜ、えーね、今回、ね、<laughs> 4000万の人の,そのやつを上げてくるかっつって逆に怪しいわけ。 その上げ方が怪しいの、挙げ方普通こん,なこんなシビアな問題は個人とか探偵とかその弁護士とかができる話じゃなくて、ね、捜査機関じゃないとできない話だからここから来るとねだから捜査機関でないと無理なわけでしょ、住所のこの住所さらしの一連がねそしたらもう苔であるっていうね非常にね、テンポがいいんですよ。 これあの高澤和成さんも今までかつて見てきて、ね、何もしないときは何ヶ月も何にも情報を出さないのにテンポが良すぎるっていうねあだからこれ、ね、苔なんじゃないかとプロレスやめます私ね苔なんじゃないかというふうに言ってるわけです、高澤和成さんはね。ねね良すすぎるんですよこのの住所晒しの件、ね なんか住所がどこ,どこから仕入れたか分かんない住所がいきなり出てきて、そしてそれに対して、ね、村岡弁護士と豊田弁護士がポン、ポン、ポン、ポンみたいな。テンポ良すぎませんかねいや、違うかもしれない。たまたまテンポ良くなってるのかもしれない。黒川さんがしゃしゃり出てきたから、久しぶりにね、しゃしゃり出てきたから、村岡弁護士さんとかがバンバンとやってるのかもしれない。だからたまたまの偶然の産物かもしれませんが、ね、テンポが非常にいいんですよ。今回の住所さらしのやつね。 はい <laughs> ね、苔である可能性がありますだから政党交付金から報酬をもらってそれでやっていけばいいんだよねだって金ないんでしょ黒川さんね政党交付金からもら,うもらうっていうことをやっていけばいいのね,ねだからその政党交付金を抑えているから黒川さんが、えーね、刑事告発をすること自体が、えー、もしかすると刑事告発じゃないし刑事告訴になるかもしれないよ かりますか自分がもらえる権利があるんだけどそれをこの偽装架空かもしれない債権者がこの4,000万の債権者が住所もね適当な場所でやってる債権者がやったくったことによって政党交付金が抑えられててでそれ抑えられてるから金がないから、えー、告発も何も踏み切れませんよっていう構図に見えるから私からしてみればね。<laughs> ねあの古川さんと立花さんがつながってないとするならばそういうふうに見えるわけ。 つながってたとするならばあの関係ないんだけどつながってないとするならば政党、えーね、交付金から、えー、報酬をもら,いもらっていきたいだから刑事告発じゃなくて告訴になってくるわけね自分が本当はもらえるはずなんだけど政党よこさないんだってみたいなねそういうことでしょだってほら 当然ですけど選挙のランキング当選ランキングとしたならば、ね、山本太郎さんとか黒川さんの方が上にいるわけだから斎藤健一さん,さんよりね明らかに変でしょだからそこを譲るためにはその金の、えー、やつがあるはずでしょでその金のやつが約束を破られた上に、ね、えに、ー、政党交付金が、ねえー、入ってきてるわけだから金あるわけだから債権者よりも優先されるべきでしょ普通考えたら党の運営なんだから。 役員の報酬とかの方が上なわけ、職員の給料の方が上なわけ、債権者よりも。ね、でも、その再建レベルの低い債権者が抑えてるってどういうことですかって、ね、今、党の中で、えー、分裂してるわけでしょ、黒川派と、えー、違う大津派と黒川派いや。黒川派もあるのかもしれないけど、ちょっと分かんないですけど。<laughs> ね だから、えー、調査したり、その立,場立場側側に、えー、その裁判をするっていうやつに関しては公益性はありますよね、だから住所を調べたりするのは公益性ある。が、しかし住所を晒すこと自体はまだ公益性がない、これから公益性が出てくるかもしれないけど、今は、えー、公益性がない、ただし、それは住所じゃなかったんでしょね。 住所じゃなかったから、えー、それは住所の晒しの個人情報保護とかプライバシーに関係ないから、だってその人の住所じゃなかったのねあ、この人の住所じゃありませんねという発表してるわけでしょ。 だから問題は、架空請求者だみたいな貸し出している人が架空請求していますよとか、自分の場所も偽装したような状態で貸し出していること自体を晒したことに対しては、何らかの問題があるかもしれないけど、私はですねそれは公益性があると思ってる。ちょっと今の段階ではちょっと無理かもしれないけど、それはね。 えーまあまあ、ここまで簡単にまとめますと架空かもしれない債権者あがこれが <laughs> 今あの、政党交付金の,、えーその,ねえー、その支給というかし、えー、支出を止め,られている止めている可能性があるわけ。 ね、ちょっとわからない、私もその、えー、差し押さえかなんかわからないけど、その辺が詳しくないのでわからないけど、本来であれば大津彩加さんってそこから報酬持ってこられるわけでしょ、えー、政治家女子48との、えー、職員というのは、4、5、えー、少なくとも4月20日ね、払われた時点から、4月20日時点から、4、5、6、7って、えー、給与としてもらえるはずでしょ。 役員たちももらえるはずなんですよ立、ね、花さんも30万じゃなくて、ね、封切り30万じゃなくて会計責任者やってるわけですから会計責任者分の100何万もらえるはずなんですよね。でそれは何に優先してかっつったら債権者に優先してもらえるはずなだってその人たちもらわなかったら党自体が終わっちゃいますからそしたらもう億残,残りの8億か分かんないけど、まあ、10.4億円の債権者に対して、ねえー、大変なことをしてるわけね。 じゃあねその10.4億円って実は架空なんじゃないんですかという疑惑が出てくるわけね当然4000万の1人の人じゃなくて333名ね10.4億円って架空なんじゃないんですかっていうね全部が全部がそう全部が全部そうかどうかは別としてもねこの333名の中にかなりの割合でそういう架空の人がいる架空、えー、借金があるんじゃないかじゃあその借 架空借金を使ってね政党交付金の支出を止めているんであればそれは黒川さんに対す,とか大津さんに対するすダメージですよね,ね。だから刑事告発っていうよりかもしかすると刑事告訴なのかもしれないちょっと私ね告発ってねでもしかするとその住所が適当にやってるんだったらこれはもしかするとそういうのを全部見越した上でそういう事実を実は黒川さん握ってて ね、そういうのを実はもう見に行ってて403号室かなんかに見に行っててそれに実は握っているんだけど、ね、それ刑事告発に踏み切れなくて SNS 上の中だけで展開してるパターンもあるから、ね、複雑でしょこれだから分かりやすいのは刑事告発を刑事告訴をしましたってなれば。 ね、あのー、ねそれが嘘じゃなければ、まあ、確認しにくいでしょ多分ね刑事告発という受理されるかどうかは別としてそういう行動をしたかどうかは確認できるはずでしょ最終的にねもうしたんだったらしたねでそれをやったんであればあそれは完全に立花さんとは違うんだろうなってのが分かるわけね立花さんに対しての刑事告発,刑事告,発刑事告訴をしたっていう人がほとんどいないわけ今ね ほとんどいないわけ。私がしましたっていう人がほぼいないのわけ。昔は篠原丈一郎先生とかがしましたって言ってたけど、今ほとんどいないんですよ。ね、だからこれ、黒川さんがやったとするならば、ら利害関係者にあるわけでしょ。本来報酬をもらえるべき人なんだから。ね、裁判費用とかもその報酬から出せるわけでしょ。金なくてもね。 裁判の費用は出せるはずでしょだってそれを持ってこなければ1億円の利息分だって払えないわけでしょ ?1 億円貸し出しのね。私は返さなくていいんじゃないかなと思うけどね。えー、月2万円ぐらいずつね。返さないっていうのはあの全額じゃなく月2万円なら返しますっていうんだから、月2万円は返さないといけないと思うよ。私はね。ねそれ蹴っぽったら両者が貸しゃんだから。かりますか黒川さんに1億円貸した人も貸しゃんだから。 だからそれ寄付、寄付もう完全に黒川さんがそういう状態になるっていうのは分かった上で貸し出しつけたんじゃないですかってなるからね,ね。だから政治資金規正法を完全に無視した行為ですよねって、その貸し付け自体が、その1億円貸し付け自体が政治資金規正法を完全に無視した、えー、やりつつですよねってね、えー、脱法行為ですよねっていうことね。だからそれ,それはいろいろ捜査機関で見方はいろいろだと思いますけどね。 でちなみにですけど、住所、職業、金額、これをねなければ、えー、責められるパターンのは寄付。だから貸し付けに関しては、その4000万の貸し付けに関しては、えー、ね、えー、住所が、えー、ないということ自体が責められない、今のところはねまあ、さ最終的にこのね。 えこれにより貸し付けバンバンやってて何でも貸し付けでやってきたこのことによりもしかすると法律は変わるかもしれないけど貸し付けも住所職業ね外国人ダメとかなるかもしれないからね最終的にはねえ分かんないけどねで貸し付けの場合は住所職業国籍不要要は記載なしでも OK ね え不要本当はだめなのかもしら、私、詳しくないんで分からないですけど、えー、政治資金規制法上を読み込んでいっても、これを求められていることはないような気がする。で、黒川さん、どじゃあ、どっから住所取ってきたんですかっていうのは、出所がちょっと不明。だから怪しいんですよ。ね、で訴状、訴状の方ね、えー、訴状の方は、なんかあれなんでしょう。訴状の方は、 えー、もら見せてない、そこから出してないとか、なんか分かんないかと言ってるでしょ、なちょっと調べるのめんどくさいから、どうでもいいんだけど <laughs>、ね、出所が不明なんですよ、ね、そして私が住所さらしてないのに、なんか住所さらしてみたいな感じで、いきなり来て、まあ、コメント消え,たり消えてたりとかするから、ね、それ、っ掛けてきた人がコメント消してくから、なんか消さなければいいんだけどね、その似たようなやつあったんで、もう固定しておきましたけど、 あのね、私は晒してないですよ、住所、だそもそも住所知らないから、4000万の広井さんの住所ね、えー、広井さんの住所と見られるやつを晒してるわけでしょ、でそ,れそれが嘘かもしれないからね、ね黒川さんは、ねえー、何を見たかわからないしその、リンクしてる先がわからないわけ、ね政治資金えー、少なくとも政治資金収支報告書の中には、えー、広井さんが4000万円貸し付けたよっていうことしかないから、<laughs> 党にはね。 そ4000万円とその広ロさんを結びつけるやつね、今回の訴えてる人と結びつけるのは分か,分かんないけど、私はね、あの大津さんの広ロさん他,他何名とかっていうやつからあ、じゃあその人が入ってるんだねってのは分かるんだけど、ね、その4000万円の人と広ロさんを結びつけ、私が結びつけたのは、あれだからね、立花さんが4000万円の人を出してきてるから。 ちょいちょい、ちょいちょいね。動画の中で。だからそれから結びつけてるだけであって違うかもしれないからね例。例えば定期公表分の令和4年分とか5年分とか出てきたら、今起きている受賞の中で4000万円の人は広江さんだけじゃなくて、他の人もいるかもしれないから。わかんない、それはちょっと。ちょっとわからないの、私はね。今現時点で見える4000万の人は広江さんだよってことで紐付けただけの話ですから、断定的に言っちゃいけない。 でそれれ断定的に言っっちゃゃたんじゃないのこ分、ね、かんないけど、ね、黒川さん4,000万円の人とその、ね、政治資金収支報告上にあるその住所もない人と、えーそのねえー、今回訴え,訴えている人か分かんないけど、えー、の4,000万とさらに結びつけた上にさらにそのどっから住所を持ってきたか分かんないけどそれとも紐付けてやったわけでしょ。ね そしてさらに、さらに私が架空,、ね、架空借金、偽装借金,ね、<laughs> 偽装借金の話とさらに結びつけてるわけだから、意味わかんないのだから私からしてみればあ黒川さんが立花さんとお仲間ですねしか見えないの見え,見えないんですよ。 ね、大津さんも黒川さんも刑事告発すればいい話ですよ。自分,自分たちが報酬もらえる権利があるのに、ね、今80007月のやつを止めてるんであればね、まあ、当然ですけど匿名寄付の禁止住所職業国籍が必要となっているケースは、えー、利息分の未払いとかが発生した場合にはそういう調査がで,できます。ね、だけど現時点では無理でしょ だってその広ロさんっていうのは令和,定期3年あ令和3年の定期公表分では貸し付けたその年ですからだからもうすでに利息の支払いは去年の年末に行われてるかもしれないけどそれ知るのは今年の11月30とかその辺ですから言ってる意味はわかりますか でその時に、ひろいさんに利息が支払われてない、まあ、ひろいさんだけじゃなくて、他の人にも、なんか利息を払われてないって言ったら、ね、1回目貸し付けた条件と2回目貸し付けた条件が違う可能性があるし、そ,れそ,の,その1回目、2回目って大きく分けて2、1回目、2回目だから、それぞれにおいて、えー、締めますって言ってないから。 貸し付け締めますって確か言ってないはずなんで、常にずっと貸し付けは、えー、オープンのままだけいついつ何時貸し付けられてもいい形になってるはずなんですよ。おそらくね。ましてや今、4月からは貸してくださいって言ってるから、いつ何時、常に貸し付けもう OK の可能性があるわけね。ねそうやって、共に金が入ってきてるはずなのに、黒川さんと大津さんに何も金を渡さないんであれば、それはね、調査していく必要があるでしょ。 そしてさらに、そのね、金を払わない上に、ね、その本来であれば利息を払わないといけないのに、こういう事態だから、利息はちょっといいですよみたいな感じで、利息をごめんしてきている経緯があるとするならば、その利息分っていうのは、もしかすると寄付に可能性があるので、貸し付を装って住所、氏名、職業、国籍を、 伏せることができるから、伏せた上で利息を払わないという、要は、もらわないという行為により寄付している可能性がある。4000万だったら、ね、昔の,の実質年利6%で5年間でやるやつだったら、1352万だったかな、1300万ぐらいを利息としてもらわないといけないその広井さんという方は、最終的にね、その条件で言ったならば。 ねえー、その条件で言ったらもらわないといけないのに、ね、もらってないとするんだったらそれは、えーね、寄付だから1300万円寄付したことになるから国政政党にねそしたらは住所、氏名職業が必要だから調査してそしてそれがなければ責められるっていうのは分かるんだけど現時点では無理でしょだって3年分の公表文しか見てないわけでしょ。これが ね、実際は、えー、黒川さんと大津さんがつながっていて実際は調査に入っていて、ね、我々に言わないだけで、ねリスね、去年のやつに広井さんが「もらってないじゃないですか」とかっていうだから確固たるそういうものがあってさらに調査に入っていった時に広井さんの,その借用書を見つけその住所を、えー、も持っててその住所を調べに行ったら「ないじゃないですか」って言うんだったらこれだからね単に SNS 上の中だけで 立花さんたちにプレッシャーをかけたいだけ。ねそれっていうのは違法行為なわけね。基本的には。もし、もしこれ彼に貼ってたら、違法行為をしてますよねっていうのを SN、SNS 上の中だけで演出してるだけだから。ねだからこれ今、不見えなわけ。黒川さん、もしそういう情報から、この重症サービスの一件を、えー、やってきたんだよ、重症地に行ったならば、3階、2階建てです、3階建てじゃないですっていうのをやっていったとするんであれば、 ね、それを警察に届けなければお仲間ですねもしくは SNS 上だけでやる SNS をマフィア認定しますからねだからあのね青白王子のところに行ったやつとかも全部苔苔だったというふうにあの認定しちゃいますからね私は全部苔ね <laughs> 全部苔ですよだからどっちもが本当に警察にやばいという状態になるんだったらやめる。 だから匿名寄付の禁止があるのにもしそういうふうに利息分を払わないとかっていうんだったらそれは、ね、それを調べに行ってい、えー、くことっていうのは公益性があるただ住所地に住所がないですよという事実を伝えることは あのあのそれはいいいんじゃないただその住所がここでこう,こう,こういう理由で 3, 3, 階3階になってんだけど2階建てのものしかないですよとかっていうのはそれはまずいんじゃないねっ、ねね、だから住所を言わなければいいのその住所紙に調べに行って3階建ての登録だと2階建てのやつしかないからそ,のそこに記載されているものは虚偽ですねって。 っていう事実を、えー、言うのはいいかもしれない。ただそれを晒すっていう行為は、えー、ね、あのダメなんじゃない？わかんないけど。匿、え、名、ー、寄付の禁止、えー、まあだから利息の部分は。えー あれば利息の過不足みたいな、そのねえー、適正なものだったら OK、ね。それは私ちょっと詳しくないんで、どれぐらいが適正な利息、その金額に対して、例えば4000万に対してどれぐらいの利息をつけるのが適正かどうかがちょっとわからない。わ、ね、からないから私があの、ね、楽天の三木谷さん、2000万円貸してくださいと、えー、2000万円貸してくれたら魂売りますよっていうやつの利息は、一応、 ね、国政政党が実質年利6%でやって何にも問題なさそうだからじゃあ 6%, 6を、えー、やってくださいよと。出資、ね、法にも引っかからない。もしその楽天の三木谷さんから2000万円借りたときに小倉美咲さんのご遺骨収集の活動をしたときにそれを、まあ、宗教活動でやるつもりですけど、えー、それを政治活動の一環としてやるとするんであればそれは、ねまあ、その利息6%分を、えー、もし政治,資金政治団体とか立ち上げ やったとしししてもそれは寄付に相当しないわけでしょだから面倒くさいことが起きないから楽天の三木谷さんの,そのを晒さなくていいから <laughs> まあ晒さなくてっていうかもう楽天の三木谷さんはもう晒されてると思いますけどねだからそういうことでやってるんだけどね <laughs> はい。 あこれ住所だから何か見たんですかって、訴状か何か見たのかなと思ったんですけど、それも違うみたいな、ちょっとわからないよね。となれば、適当な住所を書いて、そこが違いますよって言ったんじゃないだから、あのーね、嘘だ嘘をついてるっていうふうに立花さんたちが知ってんのに、そこを強く言っていけない。 ね、プライバシーね、おぎつさんを使って、分かんないけどね、これ適当な話だけど、おぎつさんを,を使ってプライバシーの侵害だとか、そういうのを、えー、発信することぐらいしかできない。本当にもしそうだとするならば、そのろいさんという方とが、えー、訴えればいい話だから、黒川さんをね。で、それ、訴えてこないというのは分かって言いながら、黒川さんがやってる可能性もあるし。 そなるとその住所そのものがその、ね、住所地にそんな建物ありませんよっていうこと自体が苔かもしれないから、ねね、そ,うそういうのを何,何か見たわけでもなく勝手に出し,出し上げて住所違うよみたいな言ってる意味分かりますか <laughs>、ね、だからそれを確認するの一番の手だては黒川さんが刑事告発とか刑事告訴しましたって言ったんだわらかるわけ。 はい、適当住所であれば、立花先生とつながりを疑います。もしくは、あの単なる苔,苔であるという、えーあのね、あの虚偽、えー、疑いがつながってくる。もしくは、えー、逆に言ったならば虚偽借金疑惑がさらに強まってくるね。ね その一人の人の、えー、虚偽殺菌疑惑を、えー、要は虚偽再建、架空再建者疑惑を持ち上げておいて、実はこの人は、えー、黒川さんの早とちりで、その違法行為で、実はこの人は、えー、架空再建者じゃないですよっていうのが、後で、あで出てくる、<laughs> 情報としてね。すると、そんな架空再建なんてないじゃないですかって浸透するわけでしょ、みんな。ね、プロレスじゃないじゃないですか、もう徹底的に黒川さんがやら,やられたじゃないですかってなれば、えー、この話が消えるから。 ではそれってていいうのは警察が関与してないでしょ捜査機関側が一切関与しない状況でこれが鎮火していけばだってこれすごいことなんだよ、ね、貸し出している人は住所とか職業とかいらないわけあの寄付だったら必要なんだけど貸し出しはいらないわけねそのいらない貸し出しの人が、ねえー、住所を偽って貸し付けている 疑惑があるわけそしてその住所を偽って貸し付けている人を筆頭にして今政党交付金を止めているわけね <laughs> ねそしてそのと止めて止めて本来であれば報酬をもらえるべき黒川さんとか、えー、大津さんがもらえてないという事実ねそして職員も C56 は払われてないわけ 借金をあ、借金じゃない、あのーね、給料払われてないわけ。借金より、債権よりも優先する人たちが、ね、給与債権の方が優用するはずだから、そっちの人たちが払われてないわけね。今は払われてるかもしれないけどで、少なくても C56 は払われてないわけ。その分はね、その労働分は。ね、そういう労働基準法24条違反でしょだからそれ,それを犯してるわけ。 ね、それの犯していることに対して、えー、誰も刑事告発とかそういうのをやっていかないということはもうこれ,全体のこれ全体としての苔ですねと SNS 上だけの、えー、展開なんですねってね、それに法務局とか総務省が何か加担している気配が感じるんでそこは残念なんですよ、私は。ね 一部の債権者による8,300万円のホールド、まあ、実際はそれ2回分ですから、まあ、1億を超えるやつのホールド、それが一部の債権者、その一部の債権者も、さらにその一部の債権者も架空である疑いがあるわけ、ね。住所すら言えない人たちでしょ。 やべ,えやべえやべえつらじゃねえのかって、ね、4,000万も正当に貸し付けられるあもうこっちじゃないのかみたいな私なんかねもう常,識常識人からしたら、ね、私が楽天の三木谷に2,000万貸してくださいっていのもこのうかこの。 えなんか抵抗ありながら言ってるわけですよ楽天の三木谷さんっていっぱいお金持ってるから2000万円ぐらいだったら貸してくれるんじゃないかしかもね貸してくれたら公正証書も作りますよ強制,、えー、強制執行の条件条項付きの公正証書を作った上にしかもですよしかも実質年利6%でやっていきますよもう国政政党がやってるやつと同じ条件でしかも国政政党ではね、えー、そんなね公正証書なんて作らないでそういう適当なことしてるけど私は公正証書を 作りますよって言ってるんだよ2,000万程度でねそれを4,000万も普通に何架空の住所でポーンってやってるんでしょもうこここれじゃないのみたいな広いさんってこっちじゃないですかって思っちゃうのごめんねごめんねこれ全然違うんだけどね4,000万だよみんな家買えるよ 4000万円をポンってやる人が、架空住所でやってる可能性があるわけだよ。で大問題じゃないの、これこう。公益性があるんじゃないのなん,かなんか潜んでんじゃないのこの,の4000万の人だけじゃなくて、もしかすると333名全員嘘なんじゃないかとかね、そういうふうに思っちゃうよね、われわれは。普通に思っちゃわないね、10.4億円の借金って本当にあるんですかってね。もしくはもう返してんじゃないの返してんだけど、ね、返してないことにしてないみたいな。 そういう、ねえーまあど、同じことなんだけどね、プールしてますっていうのも同じだし、プールしてないとするならば、借金が、えー、もう返してたとするならば、しゃねえー、なるからでそれ、それっていうのはできるんですかって簡単にできるわけ。立、ね、花さんの権限があれば、簡単にできるわけ。だって、報告書に記載するだけだから。だから、ねこうね、できるわけ。やろうと思えばね。 やってるっつってるわけじゃないよ。だから立花の手形とか損失想像というものが、えー、できちゃうわけ。ね。で、ね、それを疑惑を1名で晴らそうとしてるのか、しかも黒川さんの情報でっていうふうに見えちゃうのよ。私からすると。苔だとするならば。これ全てがね。言ってみれば分かりますか 黒川さんが警察に言って警察が入ってきてそんなものはございませんというね、えー、ねもしくは刑事告発が、えーね、していっても受理されないとかね、それも第三者的な人が、黒川さんだとちょっと怪しいけど、第三者って、第三者委員会の人たちが、自分たちで調べられるところは調べました、これ以上は警察にお任せしますっていう多分結論になると思うんだよ。だってね、廣井さんのところまで行かないといけないわけだから。 貸し付けている人、もしくは支払った先、要は視聴料でいったならば、視聴料を納めた人とか、もしくは出演料だったら、出演料として納めあもらった人のそっちの先の税務処理とか、そういうところまで行かないといけないでしょそれ、第三者委員会、無理じゃん。ね、黒川さん、無理さん。大津彩さんが代表に言おうがいまいか、関係ねえじゃん。ね、そうなってくると。警察でしょ 警察,警察が行かないとわからないようなことを、えーねえー、黒川さんごときがいろいろやって人たった1人の人を持ち上げてそれをやったとしても私からしてみれば疑惑は晴れないんです。でも NC はほら黒川みたいな感じでやるわけでしょまた、ね。そしてプライバシーの侵害みたいな感じで小木さんはやるわけでしょ、ね。みんな着眼点が違うんです。個人情報じゃないんです。プライバシーの侵害なんですよとやるわけでしょ。 だそんなどうでもいいから、警察が入りなさいと思うわけ。私とか、高坂一成さんは、警察が入るべきだと思ってるわけね。ね。で、そして私は、まあ、じゃあ、あなたがやりばす,す,すればいいでしょうって言われたら、じゃあ、私に政党交付金かなんか、調査費用とか、ね、大津彩子さんが大三三委員会の一人として依頼してくれるんだってやるよ、それね。金よこして。ね。 ね、私が今仕事してるやつ動画全部けっぽる分ぐらいの金をよこしてやってくれるんだったらいらしてくれるんだったらやりますよそれやりますそれぞれやりますねある意味そう第三者的な感じでしょだから両成敗も考慮した上でやってきますから,だから大津派でもなく黒川派でもなく立花派でもなく ね、その人たちが選んだであろう第三者委員会でもなく <laughs> 本当に第三者として両成敗があるんじゃないかっつってやっていくのは私ぐらいしかいないんじゃない、まあ、高,高沢さんとかね高沢さん和成さんとか私とかぐらいしかいないんじゃないですかねだからそれ,それこそ木武蔵屋さんとかあっちの県につながっていく可能性がありますそれこそね楽天の三木谷さんを攻撃させていたのは高沢さん曰くあの、えー 堀江堀江貴文じゃないかといや私は分からないです私は、えー、ガーシーのなんかの動画で、えー堀江あうん、と楽天の三木谷さんを攻撃、えー、するように指示したのは攻撃したれそのネタを、えー、やりなさいって言ったのは立花さんの指示ですっていうのを確か見た記憶があるから。 これ違ったらちょっと訂正してほしいんだけどガーシーが言ってたからそのガーシーが逮捕されてでしょじゃあ、立花さんそれで行くに決まってんじゃんっていう,ふうに思ってて今、全然それで行かないからまあ鎮火方向に行ってんじゃないかなと思ってるねそ,のそのこと自体が本当だったとするならばねあのやってるんだけど本,当本来なら逮捕されるはずなんだけど逮捕されてないということはねガーシがあれは嘘です全部自分がやりましたみたいな。 感じじにななっっってててるるんゃいか思だけガーシーが全部かぶってるんじゃないかとねそのねその秋田慎太郎と交渉してるっ言ったら秋田慎太郎って犯罪者でしょほぼねえ旅、ー、宴返納メールとか多分出てるはずでしょはんそれでも逃げ回ってるってことは犯罪者なわけでしょ犯罪者と国政政党の代表者が交渉したということを堀江貴文を添えて添えてやってるということは私は、えー、ね堀江さんが支持していたっていうその えー、やつを消したいが故に堀江さんがわざわざ出たっていう風にはちょっと見えないんですよね、私は。あの高,沢高沢さんは、えー、堀江さんが支持していたような感じで、えー、言ってますけど、私は堀江さんがあの、うん、と楽天の三木谷さんを支持していたようにちょっと見えない、ちょっとわかんないけどねわ、私の方全然詳しくないから、高沢さんとかその、ね、キムサヤさんとかの本が詳しいと思うんだけど、その情報知らないから。 あ,のあんまりよく見てないから、その界隈もね、だから、あのそ,それを観察してる高澤さんから知れば、おいおい、大浅違うよと、お前ちょっと違うよと、そこは違うよと、ご認識だよってうのは分かりますけれどもね、ねでそこで、じゃあ、決め澤さんとかっていうのは警察に言って、警察が、えーねえー、具体的には警察とか、警視庁なの 警視庁に言って、警視庁が捜査していると思われるわけね。この件に関してはねあその。その件に関しては。その楽天の三木谷さんの件に関してはそ、捜査している。い被害届けあろうがなかろうが、もしかするとやってくるかもしれないし、まあ、やってこないかもしれない。た、ねえー、多分やってこないんじゃないかな。楽天の三木谷さん絡みはやってこないかもしれないけどね。 そのバッチ詐欺とかそっちは分かんないけどね。バッチ詐欺の,そのガーシーに対する資金の流れで、国政制度から流れ、2億円やってるわけでしょ。貸し付けてるわけでしょ。そこをどういうふうに見てくるかはちょっと分かんないんだけども、そっちのほうはちょっと分かんないんだけどね。それと同じで、ねあの、金武さんのように、ね、黒川さんが、ね、この核請求の,その、だから広井さんの件を、えーね、あの刑事、 告発なり、えー、もしくはその人が政党交付金を抑えているんであればその人含めみんなで抑えているんであれば、ね、それよりも先に優先として黒川さんはもらえるはずですから、ね、そのもらえる分をこねえー、起こすという意味では刑事告発で刑事告訴になっちゃうんじゃない架空の住所をやってそういうふうにやってるのが事実だとするならね。 でそれを警察,警察とかその検察とかにやりましたよというのが分かれば、あこれはね、立花さんとつながってない、要は黒川さんは本当に、えーね、あのつながってないんだなっていうのは分かるんだけど、これ、SNS の中だけでやってて、しかもすごいいい店舗でやられてるでしょ、室枠は弁護士ト、トヨタは弁護士とか、これはポン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 っつってるから、えー、苔なんじゃないかっていう。 そういうふうに思っております。はい、以上です。